フェンディ、ミラノへ向かう目黒蓮さんが、フェンディのトータルルックをまとって登場。2024年6月13日、スノーマンのメンバーで俳優の目黒蓮さんが、ミラノで開催される、フェンディ。2025年春夏メンズコレクションに参加するため、羽田国際空港に、フェンディのアイテムをまとって登場。当日の着こなしをご紹介します。フェンディのジャパンメンズブランドアンバサダーを務める目黒蓮さん。この日は、胸元に FF ロゴジャガード製のポケットが施されたシャツに、テクニカル素材を使用したシガレットパンツ、足元には、フェンディフロー、スニーカーを合わせた、フェンディのトータルルックで登場。さらに、FF ロゴと、ウォーロック、モチーフのイヤリング、フェンディのレタリングが施されたシルバージュエリーを着用し、おにぎり型のミニバッグとクマ型のチャームをつけた、GoTo ショッパーを身につけ、遊び心のあるスポーティなスタイルに。